負けねえから、絶対負けねえから、誰かミーチちゃんのコントローラーを抜いて抜いてはい、どうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますが、でね、最近さ、ショート動画って上げてるじゃん。僕の動画にね、シャープショートっていう動画がですね、最近ちょくちょく上がってると思うんですけど、ちょっと前にさ、ショート動画を投稿し続けるか、まとめてどうかするかっていうのをですね、まあ、サブチャン作るとか言ってたと思うんですよね。まあいろいろ考えた結果ですね、シャープショート動画をですね、ちょいちょい出していきたいと思います。まあ、なぜかって言ったら、なんか最近さ、シャープショート動画っていうのかな、それがなんか流行ってるんですよね。めっちゃ流行ってきてて、ちょっとその流行りにね、乗ろうかなって思いましてちょっと乗らせてもらいますわ、その流行りに。まあ僕もですね、ゲームは全然流行りに乗ってないかもしんないんですけど、まあそこら辺ぐらいはね、流行りに乗っておこうかなと思いまして。んでもさ、あの僕のチャンネルを登録してくれてる方で、まあ、通知が来る方いるじゃん、通知。それがちょっとね、多くなっちゃうかもしれないんですよね。そしてね、ショート動画って結構切り抜き、まあぶっちゃけ切り抜きなんですよ。この動画もね、今上げてると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ切り抜きがほとんどで、まあそれをね、また再放送みたいな感じで見てる感じになると思うんですよね。待って、キノコいるよね。うわ、マリオ優しいね。マリオ優しい。ちょっと待って、ついでに僕も出して。あった、キノピコ取らないでね。ありがとう、キノピコ。うわ、待って、みんな行ってらっしゃいます。ちょっと待って、ここ僕土管入りますね。みんな先に行ってんだ。ちょっと待ってくれ。キノコ、キノコみんないらない。うわ、ここキノコいるよ。ほっ、いいえ、失いたくねえ、失いたくない。キノコは来た。これ下でいい？これなんか上とかそんなん、なんか上もさっきあったよね。うわ、キノピオキノコ取ってる。デカ状態だね。これ僕、ジャンプ！うわー、うまいと思った。いや、これは、中間取っていこうか。中間取って、このキノコは取らずに先に行きます先に行きます。うわ、キノピコ早いな。ちょっと待ってくれ、キノピコ。これは、いや、行きやすか、ところどころさん、このハテナブロックは、ね、パワーアップアイテムだと。骨！うわ、キノピコやられてるね。まあ、さすがにここはね、このアイテムないときついのかな。ちょっと待って、マリー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 、あげる、あげるから、それ、あげるから邪魔しないでね。はっ、よし、さっき骨にここやられましたね。誰かが投げる骨にやられました。このカロンか。この骨じじいにね、この骨じじいにやられる。オッケー、よし、はっ、よし。うーわ、これ当たらない、無理。これ当たらない、無理だよ。はっ、マリー、待って、マリー。さっきね、話の途中になったけどさ、シャープショートの話出せば出すほどですね、その分通知が多くなってくると思うんですよ。それね、ぶっちゃけうざくないと思って、まあ、ぶっちゃけうざいと思うんですよ。まあ、それでもね、僕出していきますごめん、みんな出していきます。それなんか張り合ってるから、僕出していきますね。あの、うざいと思った方はね、あの、もうごめんごめん、こんなこと言っていいかわからんけど、もう通知をね、もうオフって、オフって。さあ、次のコースやっていきたいと思います。ルイージ優しい、イヤサオルイージ、イヤサオルイージ囲んでくれると思ったけど、うわうわ、ナイス今見た、今の滑り殺しね、ナイス滑り殺しだったよね、ワンワンを。うわ、これはこのままいけるか。よし、うまい、うますぎ、うますぎ玉。よし、このままゴールあって、後ろでルイージがね、あの亀の甲羅持って待ち構えてますね、僕を。絶対あれ、僕をやりに来てますよ。でも僕はやらせない。よっしゃルイージいいとこいんな、そこ。アタッカーも自分がゴールしたかのようにね、いらっしゃいますけど。うーわ、ミンチちゃんいるじゃん。なんかミンチっていう方さ、真似てる人がですね、結構いて、もうどれが本物かぶっちゃけわからないんですよ。しかもな、ミンチの名を持ってる者はですね、みんな強い。ね、マジでみんな強いんだよな。あの、キノピコでしょ。よし、オッケー、じゃあ、抜ける、抜ける、いける。もうちょっと、やったよし、これは勝てる、これはもらえる、もらえるチャンスです。いや、危ない、この人危ない。かっ、うーわ、抜かれた。今ね、ナイス避けだったと思うんですよね、あのヒップドロップ。いや、これは大丈夫か。いや、大丈夫ないな、これ。大丈夫バンバン。ここでゴールでしょ。やっぱミンチか。またいるよ、ミンチちゃん。マリオだね。パーティーメーカー44。44って言いにくいな、44。いや、言いやすいな。さて、次はバトルレースだね。一番下欲しいな、マリオ。ミーチちゃん絶対、やっぱ一番下行くと思った。じゃあ僕ここ行きます。ルイージ来ないでね。ありがとう、ルイージ。譲ってくれたね。ここ、こっから行きます。よし、ジャンプ、ナイス、ナイス、ロケスタナイ
愛するオーケストラ、これジャンプでしょ。ほっ、うわー、ミーチちゃんマジ速いじゃん。いやでもこの横すくんなら勝てるはず、いけるはず。ミーチちゃん負けねえから、負けねえから、絶対負けねえから、誰かミーチちゃんのコントローラーを抜いて、抜いて今は無線か今ですね、ちょうど夜中の12時なんですよね。ちょっと待って、世界のヤムタンもいる、ミンチちゃんもいる。ちょっとミンチちゃん率高くね、多分思ってるよ。ミンチちゃんもうわ、ピオキングっていうやつまたいるじゃんみたいな。で今ね夜中の12時なんですよ。でその夜中、1個ちょうだい、1個ちょうだい、オッケーオッケーオッケー、うわこれいっぱい振らしてくれんじゃん。っていうことはゴール条件もないし、このまま右行った人の勝ち。なるほど、こいつを飛び越えればいいのか。はい、飛び越える、飛び越えれない、ハハハハ、うぜえ、グッパうぜえ、グッパ、うぜえ、うぜえ。あのね、夜中の12時ぐらいになってくると、めっちゃ強い人ばっかりになってきてる気がすんだよね。多分夜になるとさ、なんかガチプレイヤーっていうのかな、めっちゃ上手い人が多いみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。またね、世界のヤムタンいたよ。確かこのキノピオだった気がする。よし、抜いた、キノピオ抜きました。これ落ち着いていこうね、下から行きます。僕あんまりジャンプしない方がいいっていうのは、このみんなでバトルではそうなんですよ。ここはジャンプしろ、フォレストブリッジ。いやさすがにね、フォレストとブリッジはわかるよね。英語が苦手な僕ですけれども、まあ星、星じゃねえ、あの森と橋はわかりますよ。でこのままジャンプしていく、オッケー、よし来た、これ落ち着いていきますね。もう1位だったら落ち着いていった方がいい。これはアイテム取っていきたいけど、僕も取っていかない、もうアイテム取ったら負けるんだマリオうわーああいうね、羽の生えたクリボがめっちゃ怖いんですよね。世界のヤムタンの次は世界のトントロか、よろしくお願いします。これはアイテム取っていこうか、もうせっかく前に落ちてるんだからアイテム取っていきますね、まあ、もう取らない、うわアイテム取ってってよかった。待って、トントロ、トントロやめて、はい、よし、あと2回かな、まあ1回踏んでんのかな、あと1回踏めばいいのかな、それで鍵手に入るのかどうなんだろう。うーわ手に入ったね、でもまだコース的には長そう。なるほど、ここボスラッシュっぽいぞ。なんかこれはやっぱりね、右にうんあれがあるんですよ、あのキラーと、キラーっていうかワープブロックがあるんですよ。だからね、ここ、ここ、うわ一番左か、これは鍵を取ろう、いや鍵を取ろう、トントロから鍵を取ろう、いやトントロじゃない、よしナイストントロ、はっ、うわナイスルイージ、うん、まっ、でもこれは、はっ、早くね、これ下に行く、僕下に行きますよ、ルイージ早いな、待って、ルイージ倒して、ルイージ倒してお願いします、ルイージ、よしオッケー、はい、よっしゃ1、はい、だこれ、これでしょ、うわなんか下にボーダーっぽいんだよな、でこれは踏んでいく、オッケーオッケー、なるほど、そいつか、いや今カメグ踏んだ気がするんだけどな、よし幅跳び、幅跳び、下下、よし追いかけろ、あのキノピオを追いかけるんだ、おわれ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。